えー、不景気なのに増税やクーポンや在日外地に媚びを売ったばかりで岸田政権支持率がいつも低下してますがもし目的が日本人を苦しめるならなぜに国民の財産を没収したり明確にしないんでしょうか国民を耐久不可実験してるのではないかと思ってしまいます民をじわじわ苦しめるなら検討を加速したりせずもっとうまい方法があると思いますがまた井梨さんが民を苦しめるとしたら前に言っていた飯松以外で何事をしますか岸田首相は良かれと思ってやってるんだと思います要は 良かれと思って間違ったことをやり続けるというのが最近の自民党がやってることなんですよねあの昭和の時代に自民党がやってたことは正しかったと思うんですよでもそれは昭和の時代に正しかったことでもう時代が変わりましたっていう状況でもありだから昭和のやり方をしてるんですよね要はその昭和のやり方ってどういうものかっていうのでいくと 和をっっててとしととすすいうう考え方と思うんですけど自民党の人たちって基本的には会議でみんなが賛成するためずっと会議をするっていうのが割と自民党の方針の一つだったりするんですよね。なのでいろんな委員会とかでその全員が賛成するまではもうどんどんずっと議論し続けるっていうのをやるんですけどでそれやる時って要はみんなが納得できる状況って全ての人が同じ情報を手に入れてるっていう状況なので。 大体何かをやろうとする時ってもう遅い時なんですよ仮想通貨ってもう今買っても遅いじゃないですかでも仮想通貨で儲かった人たちって世間の人が仮想通貨って何って思ってる頃にワンチャン儲かるんじゃねってノリで参加した人だと思うんですよでノリで参加した人がなんか1,000円で買ったのが10万円になっちゃったすげえみたいな まあどうせ10万円別にあぶ不全だからそこ入れとけっていうのがなんか10万円が1,000万円になっちゃったすげえみたいなのでなんかしないけどなんか送り人と言われる奥も儲けましたみたいな人が出てきたっていう状況ででそれを見て1,000万円突っ込んで2,000万円になりましたぐらいな人はいるんですけどででもそれでもまだ仮想通貨ってあの時代はまだそこまでイメージ上がったと思うんですよ。で仮想通貨って儲かるらしいよってなる頃にはもうみんな知っててで仮想通貨儲かるよねって手出した人は大体損してるんですよね。 っていうののがあるので情報がずっと変わって状況がずっと変わってる状況っていうのはその先が見れたりある程度情報感度のいい人がこうだよねっていうのに乗らないと最高発を取り一番後ろを取り続けることになるんですよ。っていう時にじゃあ電気自動車っていうのに日本は割と乗り遅れたんですよね。 でまあ、あの最終的には僕は電気自動車はあんまり良くないっていうのをさっき見たんですけどなのでハイブリッドの方がいいよねと思うんですけど、まあ、少なくとも電気自動車ブームというのは乗り遅れましたと。でドローンっていうのがあの売れてますよねっていうので世界中でドローンって売れてるんですけどでもドローンも日本は規制をして乗り遅れたんですよね。っていう感じで割と日本ずっと乗り遅れてるんですけどなのでそういう後手後手な状況がずっと続くよねというのが自民党のやり方なんですよね。で岸田首相が聞く力 ってていいいうう表現ををしてたんんんんんでですすけど本当に多分ちゃとと聞いてるんだと思うんですよいろんな人の話をタクシー業界の人の話を聞いたらウーバーなんか入れるべきじゃないよねってなっちゃうんですよ。で二種免許っていう仕組みがあるじゃないですか。日本の場合って人を運んでお金をもらう場合に二種免許が必要であるという法律があるんですけどでじゃあ他の国って二種免許みたいのない国の場合ですよね。だって別に運転する時って友達乗せたりとか家族乗せたりしてますけど。 それ特別危険ですか要はあの家族が乗ってる時とか友達が乗ってる時と一人で運転してる時で運転変わりますか <laughs> ってうと別に一緒じゃないですか。なのであの人乗せても別に安全に運転できる人はっていうかほとんどの人は人乗せても安全に運転できるんですよ。なんか人を乗せた途端に安全に運転できなくなったわみたいな人ってあんまりいないと思うんですよね。 なので、その西免許という仕組み自体があれ意味わからんよねって僕は思うんですけど、でも未だにあれを変えようという話にならないじゃないですか。なのであれもタクシー業界がそのタクシー運転手という仕組みを独占したいから、こんなのいらねえよっていうのを言わないっていうんだったり、その人を乗せてお金を取るっていうのをみんながやり出したら、俺たちの業界冷やがっちゃうから、やらせないみたいなのがあったりするんですよね。まあもちろんあのフランスとかもそれで重めしたりとか、イギリスとかも重めしたりするんですけど、 っていうののがあったりするのでなのでその早く動くっていう時代にはどんどん自民党のやり方だと乗り遅れちゃうよねとただいろんな人の話を聞いてみんなが納得するんでみんなが納得しないんだったら私は動きませんなのでみんなが納得するまで待ちますっていうのは岸田さんがやってるってことなのでなのでみんなが納得できないような事柄についてはどんどん遅れ続けるということなんじゃないかなと思いますけど。